第7回目となる今回は、エレクトロ・クラブミュージックにおいてなくてはならない SE や FX と呼ばれる効果音を用いて楽曲の展開にメリハリをつける手法を解説していきます。まずはじめにインパクトと呼ばれるサウンドを紹介していきます。一度サウンドを確認してみましょう。インパクトとは名前の通り、楽曲中でインパクトが欲しい場面に用いられます。今回の楽曲中では2つのサウンドを重ねて使用していますので、一度インパクトのない状態とある状態で楽曲を聴き比べてみましょう。こうして比べてみると、インパクトが入ることで、より楽曲の流れがスムーズになっていることがお分かりいただけるかと思います。まずは新規でオーディオトラックを追加します。そしてメディアベイを開き、こちらのクラップのサンプルを、今回インパクトが必要な9小節目の頭にトラックをします。一度この状態で聴いてみましょう。このままでは楽曲から浮いてしまっている印象ですので、馴染ませられるようにエフェクト処理を行っていきます。まずはリバーブとしてリバレーションを立ち上げ、サウンドに広がりを加えます。プリセットはホール系からこちらを選んでいきましょう。エディットのポイントとしては、ER よりもテールの成分を主としてサウンドに奥行き感を与えてあげます。次にメインタイムを上げて余韻を長く響かせます。ミックスバランスはアタック感を損ないすぎない程度にウェット成分を多めに設定します。リバーブが完成しましたので、次にコンプレッサーを立ち上げていきます。アタックタイムを早めていくと楽曲の中に馴染んでいきますが、早すぎてしまうとアタック部分の存在感が損なわれてしまいますので、サウンドを聞きながら慎重にコントロールしていきます。このあたりにしておきましょう。今回のようにリバーブの後ろにコンプレッサーを立ち上げることでリバーブの余韻も圧縮されるため、結果としてこのような派手な余韻を作ることができます。試しにリバーブとコンプレッサーの順序を変えて聞き比べてみましょう。こちらでインパクトのサウンドが完成しました。次はドロップキックやドロップベースと呼ばれる低音系の SE を作っていきます。まずはサウンドを確認していきましょう。このようにベースがスライドし、ピッチが下がっていく音色ですが、キックやベースなど低音パートが抜けている部分でよく用いられる効果音となります。今回はフラックスで作っていきましょう。新規でハリオンソニック SE を立ち上げ、フラックスのエディット画面を開いていきます。まず、オシレーターとして、こちらのスクエア系のウェーブテーブルを読み込んでいきます。オシレーターは一つのみを使用するため、二つ目のオシレーターをオフにします。このままの状態では、倍音が強く、ベース感があまりありませんので、ローパスフィルターでカットオフを下げ、倍音削っていきます。次は、音量が減衰して、消えていく形にしたいので、アンプエンベロープのサスティンレベルを下げて、ディケイタイムで音が消えるまでの時間をコントロールします。次はピッチが下がっていく効果を出していきますが、その場合、エンベロープでオシレーターのピッチを下げても良いですし、ピッチベンドを使って下げていくのも良いでしょう。今回はピッチベンドを使って下げていきますが、その場合はこちらのボイスページから、ピッチベンドダウンの値を設定します。今回は25半を下がる形で設定していきます。あとは SE が必要な箇所にミリパートを作成し、ノートを書き込み、ミリイベントでピッチベンドが加工する形を変えていけば完成です。この状態で一度聞いてみましょう。こちらで完成しましたので、他のトラックと合わせてもう一度聞いてみましょう。
この SE が追加されることで、楽曲によりくっきりと展開感が出ているのがお分かりいただけるかと思います。次は、楽曲の盛り上げ部分で頻繁に使用されるスネアロールについて解説していきます。まずはこちらもサウンドを確認していきましょう。このようにピッチが上昇しながら連打されるスネアロールは、近年のエレクトロ・クラブミュージックでよく用いられる手法です。こちらも一からトラックを作成していきましょう。まずはグルーヴエージェント SE のインストゥルメントトラックを新たに作成し、メディアベアを開き、スネアからお好きなサンプルを選択します。細かなリズムを打ち込むことを想定すると、サンプルの長さは短いものを選択するとリズムのキレが良い仕上がりになります。今回はこちらのサンプルを使用していきましょう。あとはこのようにグルーヴエージェント SE にドラッグをして読み込ませていきます。次にミディパートを作成し、ノートを打ち込んでいきます。今回はベロシティに変化をつけた特徴的なパターンにしていきたいと思います。まずはアクセントのポジションを決めます。今回は不点8分のリズムを多めにアクセントとしてこのように入力していきます。この状態で一度聞いてみましょう。次は空いた隙間に16分音符を埋めていきます。この際、ベロシティはひとまず弱めに入力します。こちらで聞いてみましょう。このベロシティの強弱が後半につれて少なくなっていくように、弱い部分のノートのベロシティを徐々に上げていきます。最後の1小節はこのように一定になるようにします。ではこちらも一度聞いてみましょう。ベロシティが変化することでフレーズが進むにつれて徐々に盛り上がりが感じられるのがお分かりいただけたかと思います。ここからピッチを徐々に上げていき、さらに上昇感を演出していきたいと思います。グルーヴエージェントで各パッドのピッチをコントロールするためには、こちらのコースという半音単位でピッチをコントロールするノブがありますので、このようにノブの真上で右クリックをしてオートメーショントラックを表示とします。そしてこちらのオートメーション読み込みを点灯させた状態でピッチが上昇するようにカーブを描いていきます。それではこの状態で一度聞いてみましょう。ピッチが上昇していくことで次のセクションへ向けての期待感の高まりが強く演出されるようになりました。これで SE の制作テクニックについての解説は終了となります。次回は楽曲の仕上げとなるマスタリングについての解説を進めていきますので、よろしければそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。